デビット・マーシャルは、スコットランド出身の同国代表サッカー選手。セルティック FC のユースアカデミー出身。2003年2月23日、スコティッシュカップの、セント・ジョンストン FC 戦でデビュー。2004年3月11日、UEFA カップ4回戦、FC ・バルセロナ戦ファーストレグで、前半終了直後の小競り合いで、退場処分を受けた、セージー・ケイ・ラブ・ダグラスに代わって、 後半から出場。59分にアラン・トンプソンのゴールで1から0で勝利。3月25日、敵地カンプノーで行われたセカンドレグでは0から0とカンプし、計1から0でバルセロナを破る、大金星に貢献した。その後、セルティックの政治系として活躍していたが、2005年にゴードン・ストラカンが監督に就任してからは、ポーランド代表のアルトゥール・ボルツの加入もあって、 出場機会が減った。2007年1月にイングランドのノリジシティ FC にレンタル移籍。同年7月に3年契約でノリジシティに移籍した。2009年5月、移籍金50万ポンドでカーディフシティ FC に移籍。2016年8月、プレミアリーグに昇格したハルシティ AFC に移籍。2019年6月、クラブとの契約を解消し退団。 2019年7月、ウィガンアスレティック FC と2年契約を結んだ。2020年8月、ダービーカウンティ FC に加入。2004年8月に開催されたハンガリー代表とのフレンドリーマッチでスコットランド代表デビュー。2020年、ユーロ2024戦プレイオフ決勝のセルビア戦では延長 PK 戦で相手5人目のキックをストップ、チームを ユーロ本大会出場に導いたセルティックカーディフありがとうございます。